こんにちは。人からわかる三分微子。今日は上村松園について勉強していきましょう。上村松園、1875年生まれ、明治から昭和にかけて活躍した女性日本画家であり、美人画の巨匠として知られます。松園は、明治8年に京都市場の茶屋の娘として生まれました。 父は、松園の誕生前に亡くなっており、母の手一つで育てられました。松園は幼い頃より浮世絵を模写して過ごしたと言われます。12歳で京都府画学校に入学し、鈴木少年に入門しました。松園が絵の道に進むことに対して、親戚たちは当初反対しました。しかし、松園15歳の折、 内国官業博覧会に出品した四季美人図が交渉を受賞。イギリスのアーサー王子の買い上げとなったことで、親戚たちも納得したと言われます。18歳になると、マリア派の流れを組む画家、河野梅霊に入門。まもなく梅霊がなくなると、梅霊四天王の一人である竹内製法に指示しました。1900年、 松園は日本美術院に花盛りを出品。横山大館、岸田俊奏に続いて褒送を受けたことで、松園の名は東京でも知られるようになります。松園の作品を見ていきましょう。花形見。1914年、松園40歳の頃の作品です。能の演目から主題を取っており、松園は本作で、 恋に狂った女を描くために精神病院に通ったと言われています。ノの舞、1936年、松園61歳の頃の作品です。松園は古い物語や故事を取材し、女性の理想像を描きました。夕暮れ、1941年、松園76歳の頃の作品です。 最晩年の作品であり、荘園の最高傑作として知られます。女性の理想像を物語ではなく、死生の風俗から見出しています。荘園は1949年に74歳で亡くなります。それまでに多くの傑作を生み出し、現在においても美人画の巨匠として評価されています。以上。